こんにちは、リコです。今日はゲストが来てくれてます。どうぞどうぞとかいるし。こんにちは、鈴木美優です。イエーイでもこんなんでいいの大丈夫、うん、ほんとゆるいんだよ、私の YouTube 自由にやってもらって大丈夫です。はい、ということで、今日はミユッチをゲストにお招きして、はい、ゲットレディウィズミーをやっていきたいと思います。なのでね、今私たちとスッチンでございます。ほんとリアルに好きなんですけど、はい、なんですけど、これからやっていきます。やっていくよ。メイチはなんとスキンケアからやる。そう、スキンケアからメイクの直前にスキンケアやらないと、まあ、分かるよ、よれてきちゃうから。あ、使う？いいの？いいよいいよ、うん、すごいすごいすごい私はあの鈴木美優のメイチャンネルを見て、うん、ありがとう。本当に絶対肌荒れしないみたいな、めちゃくちゃいい化粧水だけどなんか5000みたいなやつやってて、それを見たら、うん、受け取り化粧水私やってるんですって話をしてて、うん、あ、受け取り化粧水なんてあるんだと思って、全く同じものを速攻で購入してね私はずっと使ってるわけです。嬉しくないですかこれ、うん、しかも私リコちゃんの肌マジでめっちゃ綺麗だなって思ってて、リコちゃんにスキンケア何使ってるのって次会ったら聞こうって私もいつも思ってた。いやいや違う違う違う、そしたら私に影響されて同じの使ってた。そう、鈴木美優のミュウチャンネルから知識やってるから、めっちゃ嬉しい。いやマジでミュウちゃんの超肌綺麗だね。いやてかめっちゃ出てくるね、スキンケアさ、なんか便乗してどんどん使ってるけどさめっちゃ出てくるんじゃん。メイク前ちゃんとスキンケアしたいんだよね。でティッシュオフして、あそこ重要なんだ、ティッシュオフして。リコちゃんの、うん、マジめっちゃ見てるんだけど、うん、あのさドライブしてたじゃん、はい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 、なんで私も乗せてよと思ってそこなんだ。めっちゃあれ LINE 来た、いろんな人から。え、なんて早く乗せて。え、そうだよね、仮面取れたとかさ、うん、ずっと言ってたもんね。言ってたじゃん。そう、でもそんなもうちゃんと一人でできるぐらいまでねえねえねえいやいや、教習で一応ちゃんと卒業してんのよ。テストを受けてんのよ。え、違う、私は免許持ってるけどドペーパーなのね。それは有名ですよねこの界隈では。どの界隈ここのブラシン界隈では有名です鈴木美優はペーパー出すこと。みんなでドライブ行きたいって言うけど全然みんな運転できないから。そうでもなんかそんな運転できるんだと思って。そうだよ、乗せてほしい。私はなんか私教習所が、うん、本当はさ結構頑張れば1ヶ月から取れるわけじゃん、短期とかだったら。マジで超入れ込んだら1ヶ月だね。そうでもさ、まあ、みんな普通に 2,3 ヶ月とかで、まあ、取るわけじゃん。で、そうね、でも私さ、その仕事でさ予約取れなさすぎてさ1年かかったのね。1年ってさかけられるっけ。ギリマジで期限ギリギリだ、2週間前ぐらいに卒業したの。そうだからあの1ヶ月以上運転しない時とかがあったの、全然教習所の時も。そう、うんうん、だから全然今も1ヶ月とか空いてもなんか教習所も止められてたからさ運転できるってこと。そう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 、でもみんなさ結構2週間とか空いたらさ不安になるみたいな言うじゃん。なるなる、みんな道道で撮ってたから、うん、逆に良かったみたいな。逆にえ、ならないってこと。そう、1ヶ月空いても不安にならないの。全然、あのドライブの時も1ヶ月でいいぐらいだった。マジで心配性なんだよね。あ、まあね、わかる。みなっちめっちゃ心配性だよね、多分一番心配性、うん、この界隈で、うん、この界隈この界隈で一番心配性。地味にね、合ってるんだよね、私たちね。めっちゃ合ってるよ。そうなの。でもね、あの写真とか本数撮らないからね、 SNS の発信とかやっぱしみんなすっぴんボサボサみたいな感じでさ集まるんだよ、ダラダラして。え、しかも可愛いのがリコちゃんが忙しいのにリコちゃんからめっちゃ LINE してくれるのリコちゃんからしかむしろ言わないよねね、悲しいみんな会いたいと思ってんだけど、そうなのよ、誰か言い出してくれたらってなった時に、そう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 、いつもリコちゃんが言い出してくれるんだよ、ね、そう、私なのいつも言い出すの。リコちゃんになんかそろそろ集まりたくないって言って、確かになんかみんなから個人で LINE 来るんだよそろそろ集まりたくないって言って、リコちゃんが会いたいって言ってちょっとグループ LINE に連絡するわって言ってリコちゃんがしてくれるの。そう、いやなんかさ結局さ、あの嫌じゃん、ご飯行こう、うんで終わるの嫌じゃん。あのあれちゃんと行かないやつ。そうそうそう、行動に移したい派だから、好きな人とはね、うん、私ちゃんと先週あった先週、うん、そんぐらい。そうだよね、だからもうったけど、それそんぐらい、もう話すことないね。そうなんだ、会いすぎて、うん、本当にそれ。あとさ、私リコちゃんのさ YouTube の食べる動画めっちゃ好きなんだよね。うっそ、リコちゃん一緒にご飯行った時も、うん、みんながもうお腹いっぱいって、うん、もういいかもってなってもリコちゃんまだいけるって言って頼むから、リコちゃんがよく食べるっていうのは知ってたけど、あの動画マジでなんか見てて気持ちいいぐらい。気持ちいい、あ、気持ちいい、それは嬉しいわ。しかも健康的なの。いや私知ってるよ、あとね鈴木美優のミュージシャンネルから得た知識。
鈴木美優は朝、うん、白のマグカップで何かを飲んでいた知っている私は、マジでそう、ね、やだ、私は知っている、見ている、ゲットレディウィズミーとか Vlog で毎回出てくるやつ、そう、いつもあれなんか飲んでる。で、美優はね、あれだよ、このパジャマ見た時に、あ、いつも YouTube で見てるやつだと、あ、そうそうそう、受けるお互い、めっちゃお互い見てるじゃん、こんな話さ、一回もしたことないないのにさ、ここで急になんか気持ち悪いね、逆になんか、ね、私マジで早いからね、もうこっからはもう秒で終わる。リコちゃんメイクマジ早いよね、てかわかんないの、メイクの仕方が。ミュッチとかマジでさ、知識多いから多分大変なんだよ、私知識ないからそもそもさ、あ、見て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 、これいいよね、これいい、マジ最近ね、これいただいたの、シピシピの、何それ、ブラシ、なんかさ、あ、ブラシちゃんと買わないじゃん、ちゃんと、確かに、だからこれめっちゃ良くて、うん、超使ってる最近、あ、どっちもブラシになってるんだね、そう、ちゃんと大きい子とちっちゃい子、懐かしいね、一緒にいたもん、ポップだってやばくない、こんな、なんかさ、ポップ一緒だった感覚なくない、ない、なんか地元の友達みたいな会いすぎなのよそれはなんかさ、ポップの時こんな仲良くなると思ってなかった、わかる、ね、ポップの中の都市伝説みたいなコーナーがあって、それでなんかリコリコとあのミューピュー似てる説みたいなあったよね、やってたそれ、公立高校だったからさ、あ、そう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 、なんかそういうところでも多分イメージがちょっと重なるみたいな、ね、アイドルテスト勉強したりみたいな、そう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 、え、でもさ、こんな、え、本当にそうじゃない、こんな仲良くなると思わなかったね、うん、そうだよね、でもやっぱドラマがね、あったんがやっぱでかかったね、役柄的にもさ、うんうん、めっちゃみんな仲良かったしね、なんか最初さ、ちょっとよそよそしくなかった、え、一番最初どこだっけ、みんないたよね、 あの時だよね、全員いた、囲ったやつだよね、あ、今、あ、なんか予想しくしちゃったとかすごい覚えてんじゃん、1年前のことめっちゃ覚えてる、そうなんだ、うん、全然そんな感じかんかったけど、てか私の場合マジで先輩だったからさ、え、もうどうすればいいのか分かんないと思ってたけどさ、そうだよね、なんか最初敬語でさ、うん、お願いしますとかそうやってて面白いね、今考えるとマジでいい先輩だったのよ、え、嬉しいんだけど、もう私めっちゃ覚えてる、なんかさん付けしてたら、うん、逆ギレレベルで、本当にさんしなくていいから、本当にちゃんでいいからってめっちゃ言われたの、超逆ギレってやばい、でも本当にそんぐらいいい人だったの、この間、えなちゃんと遊んで、おお、え、そう、めっちゃ久々に思ってる、リコリコちゃんの話をして、本当に、そう、でもやっぱりリコちゃんって本当にすごかったよねみたいな、なんか嬉しい、先輩にも後輩にもめっちゃ分け隔てなくっていうか、なんかみんなと仲良くできるし、本当にあの子すごいよねみたいな話、なんかの流れで、マジで、そう、嬉しい、そうなんだ、めっちゃ久々、えなさんもそうね、今ポップ卒業して一番ってんのリコちゃんだと思う、私もそう、アイリとかもさ、結局今撮影期間とか向こうもあるからさ、うんうんうん、それがなかなか合わないから会えてないんで、さっき電車乗っててすっごいアイリルちゃんに似てる人がいて、え、その人が乗るってなって、うん、でもアイリルちゃんがマスクしてるから分かんないじゃん、確かに確かに、アイリルちゃんかなと思ってこうやってめっちゃ振り返ったんだけど、うん、あっちは多分気づいてなくて、てかアイリルちゃんかも分かんなくて、声かけるのこと、いや、あってそう、アイリルちゃんの分かんないね、マスクしてると本当分かんないし、間違えた時マジで申し訳ない、え、そうなんだよね、エリカちゃんの面白さってさ、他の人じゃ絶対出せない、え、絶対出せない、もうあれは自然のものだから天の恵みだよね天の恵みは違う、でもなんかエリカちゃんと話してると本当に素敵なお家に育ったんだろうなって思う、わかる、なんか本当に自己肯定感というか、自分のことも相手のこともなんだろう、心の底から認めるタイプじゃん、本当にそれね、本当にそれだよね、ね、わかる、本当素敵な家庭に育ったんだろうなってめっちゃ思うんだよね、この間もみんなで集まった時に、なんかみんな適当にちょっと食べたいものを食べようみたいになって、そしたらエリカちゃんがすごいいいスーパーのいいイチゴ買ってきたみたいなエリカちゃんフルーツ好きだから思った、いやそうだよね、健康的だからね、ブラシの時もずっと持ってきてて、タッパーに入れて、そうなの、うん、とか自分で作ったお惣菜系とかさ、あ、持ってきてたね、持ってきてたよね、マジで美容意識高い、そういう
女になりたいよね。現場のお弁当とか食べ過ぎるとやっぱ肌荒れたりするじゃん。まあね。かといって作るまでもめんどくさいじゃん。いやそうだね、朝早いから。そう、てかすごくない、なんかさ全員でこんな仲いいのすごいよね。確かに、みんな大好き。いや本当だよね。とりあえず全員に声かけて集まれる人集まるから。でも私あの男の子がいるとちょっとあの本当にチキッちゃうから、あのこの女子のグループだからこんな意見の。だって実際さあの、うん、みんないる方のグループ私一回も一回も自分から発言した。確かにね、動かさない、覚えてないけどな、あのグループ。え、てかリコちゃんってさ、うん、あ女子校じゃん。女子校だから私あんまりさリコちゃんが男子と話してるイメージがあんまつかなくて、うん、あーね、現場でもまあ話すけど、うん、別にすごい話すかと言われたら普通にそうでもなかったじゃん。まあみんなとみたいな感じだった。そうそうそう。え、中学の時とかさ女子といる感じだったの？そうだよ。あ、そうなんだ。私常にそうだった。だから別に女子校も最初はなんか高校で女子校っていうのが嫌だったけど、あ、まあ、別になんかいいかなっていう感じだった。結局女子とだった。そうなんだ、うん、え、もしかしてまだバージンヘア？はい、どうぞ。え、すごっ。リコちゃんね、個人的に茶色より黒の方が似合うと思ってる。いやどうなんだろうね、もうさ分かんないからさ、自分したことないから。でもさ自分に似合う髪型ってむずくない？最近めっちゃ思うんだよね。なんか結局ショートかロングとかもなんか人によって違うじゃん、似合うのがね。そう、でもリコちゃんね、どっちも似合う。本当に？めっちゃ似合う。ショート、ショートにしたんだけどね、中学生の時、うん、ショートの方がいいねって言われなかったんだよね。大体ショートにした瞬間って言われるじゃん。違う違う、みんなうちに秘めてるだけ。うちに秘めてたのかな。マジでみゆちゃん面白い。みゆちゃんこういうところが面白い。どういうこと？こういうとこ伝われ。じゃあリコちゃん髪の毛やってる間に私のおすすめのコスメを紹介します。あ、すごいすごい、さすが。ラビンドソウルっていうのがクッションファンデがマジでめっちゃカバー力あるから、クッションファンデなんだ。そう、コンシーラーなくてもいけるぐらいマジでカバー力ある。てかみゆちゃんマジ肌綺麗だからね、やないよ。そんなことないよ。てか肌綺麗な人が肌綺麗ってそんなリコちゃんも前髪につけるよね。つけてない？いつも。え、でもいつもね、ほぼつけてない。え、つけてないんだ。うん、だって私の髪質がめっちゃ束になりやすくて。あ、束になりやすい。そう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 。そしたらブラシとかね、撮影時間長かったからもう最初と最後でマナハの髪質が違うよって繋がんないようになってた。よくなってた。では、はい、終わった？終わりました。終わりました。ということで、着替えてきます。はい、ということで着替えてきました。はい、では今日のコーデの紹介でもしますか？しますか？軽く、うん、どうぞ。なんかさ、パジャマの色とめっちゃ似てた。あんま着替えた感ないのが恥ずかしいんだけど。いやいや、着替えました着替えました着替えました、はい、一応着替えました、はい、強調強調。まあセットアップでかわいい。ちょっとなんかみゆちゃんっぽい。ほんと？うん、ゴールドアクセで。あ、ちょっとやばい、大人な感じにしました。ありがとう。はい、私もゴールドアクセで。うん、まあ、かわいい。めっちゃこれ、そう、このね、ベストシンプルなんで、うん、なんか寂しいなと思ってこれをつけたっていう感じです。で、今2人でね、いろいろもうずっと滑りながらゲットレディウィズミーやってきたんですけど、うん、まあ改めてどうでしたか？ほらほら改めて、そうですね、なんかもういつも通り楽しかった。いや、間違いない。逆にこれで動画1本何となるかなってぐらい普段通り喋っちゃったけど、うん、大丈夫大丈夫です。大丈夫、はい、きっと1本綺麗な動画になってます。なんとですね、鈴木美恵のみゆチャンネルに私出させていただきます。ありがとうございます。なので、まあ、そちらの方とはね、あのこっちの方とはまた全然違う企画をやっていると思うので、ぜひ見てみてください。ください。じゃあねー、バイバーイ。